皆さんこんにちは、加藤ゼミナールの代表をしております弁護士の加藤隆です。令和5年度予備試験に最終合格された皆様、合格誠におめでとうございます。でこれから皆さんは約5ヶ月間で司法試験対策を完成させることになります。で基本7科目については司法試験の傾向のレベルに対応できるように準備する必要があります。で司法試験と予備試験とでは分野論点という主題範囲での共通性が強い一方で、科目ごとに程度差があるものの、問題文の複雑さ、情報量の多さ、出題の形式、角度、それから点の取り方というものが微妙に違ってくるんですね。こうした司法試験の特徴に対応できるようになることが必要になってくるわけです。そのために、最も有効なのがやはり、司法試験の過去問を使った、勉強ということになります。司法試験過去問の演習、復習、これを繰り返すことで司法試験の問題に対応するための深い知識、方法論、そして問題を解く感覚ですね。こういったものを徐々に身につけていく必要があります。そして、予備試験論文式皆さんは合格されているわけでありますから、少なくとも司法試験合格を考えるだけであれば、その知識面ではそこまで大きな問題はないと思っています。したがってこの合格だけを考えるのであれば、インプットよりもその司法試験過去問を使った演習、これに重点を置くべきだと考えています。ただこれに対して司法試験で上位合格、これを目指していくのであれば、どうしてもやっぱり予備試験で勉強したことにプラスアルファで知識や方法論というものも身につけていかなければいけないわけですね。でそのために大変有効なのが司法試験でトップクラスの成績で合格するために必要な知識と方法論が集約されている基本7科目の総まくり講座、これを受講していただくことをお勧めいたします。この総まくり講座で司法試験レベルの深い知識と方法論を学びます。その上でこの知識と方法論を総動員するつもりで司法試験過去問の演習に入ります。この流れで講座を受講することによって総まくり講座によるインプットと司法試験過去問講座によるアウトプット、それぞれの学習効果を最大化することができるわけですね。で実際にもうこれまでの予備試験経由の司法試験合格者の方で予備試験に合格した後に加藤ゼミナールで総まくり講座や司法試験過去問講座を使った勉強をすることでもう一桁台をはじめするですね、上位合格を果たした方たくさんいらっしゃいます。それから予備試験の段階ではその選択科目の勉強が十分にできていないという方もいらっしゃると思います。もしですね、この選択科目の勉強司法試験に向けてしっかりとやりたいというのであれば、ぜひ労働法1位の私が担当している労働法講座、または経済法1位の加藤俊生講師が担当している経済法の講座、こちらをですね受講していただきたいと思っております。この選択科目についてはですね、この基本7科目以上にですね、どの教材どの講座で勉強したのかによってその受験生間で差がつきやすいですから、ぜひですねこのいい意味で周りに差をつけるためにも加藤ゼミナーの講座使っていただきたいと思っております。改めまして予備試験最終合格誠におめでとうございます。加藤ゼミナールでは皆様の司法試験対策をしっかりとサポートさせていただきますので、ぜひ加藤ゼミナールの司法試験講座で合格、さらには上位合格を勝ち取っていただきたいと思います。